い、どうもフラちゃんです。じゃあ本日は12月8日12時頃バージョン 6.3.2 ということで、今回はいろいろな不具合が修正されたということで、そちらを紹介していきたいと思います。まあやはりバージョンアップのたびに、まあ、たくさんの不具合があったりとか見つかったりとか、まあそういったものがあるんで、今回はどういったものがあったのか、まあたくさんあるんで、まあ一つずつ解説しながら、まああとは使用と思われていたもの、そちらもバグだったみたい、そういうのもあるんで、まあぜひともこう心して聞いてください。というわけで早速やっていきましょう。それではまずは一つ目、各種グラフィック表示の不具合ということで、まあ実際に何が不具合だったのかわからないけども、まあ例えばまあグラフィックといえば右下のアイコンとか、まああとはフィールドの一部のところがまあちょっとこうぐらついていたりとか、まあそういったことなんでしょうかね。まあとにかくまあこちらに関してはあんまりツイッターでもまあ話題になっていなかったことですし、運営も運営でどこを直したとは一切言わないので、実際にどこが不具合だったのかというのは完全に謎です。まあこの辺知っている人がいればぜひともコメント欄の下でまあ教えてほしいんですけども、まあそういったグラフィックの表示ということで、まあそちらが不具合があったらしいです。で続いてですね、バージョン 6.3 以降に一部のボスの挙動について発動タイミングが遅い場合があるということで、まあこれは例えば代表的なものだとスコルパイドとか、あとはガルドドンとか、ガルドドンのインパクトあるじゃないですか、あれなんかもターンエンドで来る際に今まではすぐに発動していたんですよ。ところがバージョン 6.3 以降のガルドドンというのは、まあそちらがですね、一回ストップしてからなんか 0.8 秒くらい置いてからターンエンドのインパクトをしてくるみたいな感じなんですね。まあなのでちょっとこなれた人からすれば、あれ HP の変わり目かなということでフォースブレイクを叩き込んだりとか、まあそういうことをしていた人がいたんですけども、急にインパクトが来たりとか、まあそういうのは要はなんかちょっとこう遅くなっているとか、まあそういった感じの不具合ですね。あとはスコルパイドとか、これまでのバージョン 6.3 より前だと、まあアビスとか始まってすぐにブラッドウェーブとか、とにかくブラッドウェーブの発動がむちゃむちゃ早かったんですよ。なのでまあ不意に飛んできたりとか、振り向きブラッドが完全に避けにくいとか、まあ、突然振り向いてきてブラッドウェーブなんかされた日にはもうとてもじゃないけど避けられないみたいな、そういうことがあったんですね。まあそれでちょっと直してくれということで、まあいろいろこうプレイヤーが言ってたんですよ。それで 6.3 以降になんかブラッドウェーブが遅くなったということで、みんなこれを仕様だと思ってたんですよ。まあ、要はこれまでのブラッドウェーブがあまりにも理不尽すぎて、それがいよいよ修正されたと思いきや、実はそれもバグだったらしくて、ちょっとこの動画を撮る前にスコルパイドをやっていたんですけども、まあやっぱりなんか早くなっていました。まあただ昔よりかは早くはなってないんですけども、まあ多分感覚的な問題で、まあ理不尽なブラッドウェーブは減ったかなっていう感じはするんですが、まあとにかくまあこれまでのようなブラッドウェーブが来るみたいな感じで、まあ分かることは少なくなりましたね。まあとにかくブラッドウェーブとかインパクトとか、その辺がまあこれまで通りの理不尽な速さに戻ったということで、これはマジで解約でしょう。というわけでこちら、一部のボスの挙動がまあいろいろこうおかしいということでした。続いてマイタウンから別のマイタウンへ引っ越しする際、本宅をそのまま引っ越しするを選択した場合、引っ越し先に配置してある家具のレプリカ加工ができなくなる場合がある。そうらしいですよ。まあ自分は引っ越しをしないし、マイタウンからマイタウンへ引っ越しするってなかなかの不遇だと思うんですけども、まあちょっとこれはね、やっぱり引っ越しした人からすればまあ結構な不具合ですよね。レプリカ加工ってやっぱり大事なわけですから、これができないとなると、まあそのそもそもね、これができないとなると現物を用意するほかなくなってしまうので、まあこれはやはりまあ修正されて当然、まあやっぱりそのボスの挙動とか、まあ、そういうのじゃなくてね、こういうのをもっと修正してほしいですね。で続いて、各大陸のコンシェルジュにて10連スペシャル福引き券で商品アイテムを一度預け、受け取った後に福引きのメニューへ、移行すると福引きのあらかじめ設定が反映されてない場合があるということで、まあこれもなんか謎ですけども、まあそこまで別に痛手ではないって感じですかね。まあそれでも、あれ俺あらかじめ設定しといたよなみたいなことがあると思うんで、っていうか自分も昔これあった気がするな。あれ不具合だったのか、なんかあらかじめ設定してあるはずなのに、なんか選んでくださいみたいな話になりまして、まあそれでちょっとハテナになった時あって、まあ多分これだったんですね。はい、つうわけでこんな感じで、で続いてマイタウンのコンシェルジュにて大陸
の福引景品を一度預けた後、再度話しかけて、まあ、景品を受け取ると、スペシャル福引のあらかじめ設定がリセットされてしまうということで、まあ、さっきの5大陸と比べて、まあ、全く同じって感じですね。まあ、これなんか自分がもろね、食らったものでしょう。マイタウンで引いたんで、まあ、つわけでこんな感じの不具合が修正された。で、あとは、踊り子、スティック特技のディバインスペルにて、歌、踊りスキルの160以降の取得可能な特技ダメージプラス20の効果が反映されないことがあるということで、まあよく見つけたなーって感じの不具合なんですけど、新しく追加されたディバインステッキなんてもう誰がやってるんだって特技ですから、まあこれに気づいた人はガチですごいな。ね、こんな特技ダメージプラス20なんてもうついててもついてなくても全くわかんないですからね。なので、まあどうやって気づいたかは謎ですけども、まあこういった本当に地味な修正がありました。まあただこういうのがあるとね、他の特技でももしかしたら反映されてないんじゃないかみたいな、まあそういうことがまあ起こり得てしまうわけなんで、まあこういったものをしっかりと火力につながる部分はしっかりと修正していってほしいものですね。で、続いてバージョン 6.3 以降に盗賊のお宝スキルギガボンバーをコロシアムで使用するとき吹っ飛ばし効果が発動しないということで、まあコロシアムでギガボンバーやってそれで当たったのにノックバックしないっていうのは、まあ正直結構辛いっすよね。まあそれが治ったということです。まあそもそも盗賊で行く人があまり少ないし、まあコロシアムもあんまりやってる人いないんで、まあちょっとピンとくる人はいないと思うんすけど、結構ね、そのノックバックってうざいんすよ、コロシアムだと。なので、それがないということは、まあ、割とね、これ大事なことっすよ。はい、ありがとうございます。で、続いて、立ち方設定を変更した後にログアウトし、再度ログインして、転職をしてから冒険者広場に登録を行い、その後のキャラクターサポート仲間として雇用すると、転職前に変更していた立ち方になってしまうということで、まあなんかいろいろ書いてあることむずいっすけど、まあ、要は立ち方を変えたのにサポートで雇うと、まあ、要はこういろいろ変更されてないというか、変更前の立ち方に戻ってしまうということですね。まあ正直どっちでもいいけど、まあ4話かとかその辺の人からすると意外と大事なことだったりするのかな。まあ自分は全くもって気にしたことはないですけど、まあこういった不具合が修正されたらしいです。で、続いて、イニシエのゼルメアにて装備レベル42から70の防具に上級錬金の錬金効果がついている、こちら矢印、こちらは今回の修正以降に入手する防具への反映となり、修正前に入手した防具については上級錬金の効果がついたままとなりますということで、まあ修正までに入手した装備品はそのままご利用いただいて構いませんって書いてあります。入手した人はまあなかなかレアものを入手しましたね。修正された後は二度と手に入らないものですから、まあとはいえど別にいいと思いますけどね。42から70に上級錬金がついてても、今じゃ上級錬金って当たり前ですから、むしろ中級錬金だと耐性を100にしにくいんですよね。まあなのでもうぶっちゃけいいと思うんすけどね、上級錬金だけで。まあつうわけで一応不具合だったらしいので、まあこういったものがありましたっていうことです。で、続いて、冒険の書を作るおよびドラゴンクエスト10オフラインの引き継ぎにてどこから始めるで、特定のバージョンから開始した際に王家の迷宮解放時に所持している勇気の奇跡が増えている場合があるということで、まあなんかもろもろあるんでしょう。まあ最初はね、王家の迷宮を解放した時に何個だよ、30個、まあ、それが奇跡もらえると思うんですけども、まあ何らかの理由で40個になってるとか50個になってるとか、まあ多分そんな感じでしょうね。まあ別に増えててもいいんですけど、まあこれが修正されるってことは、まあ下方修正とか、まあバグなんですけどね、まあちょっとこう損した気分になってしまいますね。まあつうわけで、まあなかなかこれに影響される人は少ないと思うんですけど、まあこういった不具合があったらしい。あとは Wii U 版、Windows 版、Nintendo Switch 版、ドラゴンクエスト10オンラインのログイン時の表示にて以下の表示問題、その一つ目、ログイン時画面の右下、プレイヤー情報の利用権の有効期限にてクレジットカードの更新の表示が行われない場合がある。二つ目、ゲームへのログイン時、クレジットカードにて自動継続を行っているのにもかかわらず利用権の購入を促すメッセージが表示される場合があるということで、これはまあ問題ですよね。いや本当に不安になる。あれ、クレジット登録したよねみたいな感じになって、まあそれでパニックになった人は多分たくさんいると思うんで、いやこれはね、早急にやっぱり対応する必要があった。自分なんかはクレジットカードで決済していないので、まあ実際どういう感じに表示されるかっていうのがわからないんですけども、まあ
ただこういうのはお金に関する問題ですからね。いや、これはやっぱりね、まあ、早めに修正してよかったという感じです。で、続いて、Wii U 版、Nintendo Switch 版、ドラゴンクエスト10オンラインの利用券メニューにて、クレジットカードの関連する機能について以下の問題。一つ目、クレジットカード登録解除が行えない。二つ目、プレイコースを変えるが行えない。三つ目、オプションプランを登録するが行えない。いや、これはまあなかなか問題ですね。クレジットカード登録を解除できないって、いや、これ解除できなければ、人によってはね、別にやりもしねえのに無限に課金する必要が出てきたりとか、まあそういうのがあるから、いや、これはね、自分としては別にどうでもよくねえぐらいの感じで思うんですけど、まあただ、ドラゴンクエスト10を引退したい、そう思う人がクレジットカード解除をしようとしたところ、それができないとなると、いや、これはマジで大問題だと思う。で、あとはプレイコースを変えるができない。まあこれも5キャラコースとか3キャラコースとかあると思うんですけど、5キャラコースから3キャラコースにしたい。そういう場合にも、プレイコースが変更できないということは、無限に5キャラコースの値段を払い続けるとか、まあその逆もしかり、3キャラから5キャラにしたいのにできない。まあそうなると色々不便なことってありますよね。で、あとはオプションプランを登録するが行えない。まあこれについては、例えば倉庫増やしたりとか、まあそういったものですね。行えないって。いや、これはなかなかめんどくさい。まあそういった不具合が修正されたらしい。で、続いて最後なんですが、まあこれはちょっと別なんですが、12月9日にやられたものなんですが、まあ以下の不具合を修正。深淵のトカビトたち、絶念のアウルモットにて、運命のエンジンの回避、及び運命の魔結晶の破壊に必要な状態変化の付与が行われない場合があるということで、まあこれ自分がこの前ショート動画に出したんですけども、まあ要は、まあそのアウルモットやった人はわかると思うんですけど、まあそういったものが来た時って、じゃあ例えば運命のエンジンが来た時にどっちに入れみたいなさ、まあ要は自分のアイコンの隣に赤いマークか紫のマークが出る。で、あとは魔結晶の場合にも赤いマークかそれとも紫のその結晶マークが出て、それに対応した結晶を壊すとか陣に入るっていうのが、アウルモットをやる上だったら必須のテクニックだと思うんですが、それが出ない場合があるんですよ。これも一回自分味わいまして、魔結晶が来たのに自分の壊す色がわからない。それで結局なすすべなく死んでしまったみたいな感じなんですね。まあそれが修正されたんで、いや非常に良かった。あれは絶対に不具合だと思ってましたね。まあというわけでこんな感じのアウルモットの不具合もありました。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのは、まあこの前修正された不具合ということで紹介しました。まあ今回もね、結構地味な修正から、結構まあそれ早めにやっといた方がええでみたいな感じの修正から、まあたくさんあったわけなんですけども、まあぶっちゃけ言うと他にもたくさん不具合ってあると思う。まあそういうのがあればぜひともね、まあコメント欄にも記載してもらっていいし、あとは提案広場とかそういったところにも、まあ提案すると運営さんがもしかしたら対応してくれるかもしれません。まあというわけで今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。